里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあやってまいりました、はい、あの長くかかった外国人スカウト、うん、はい、総チェックのどのチームの編成スカウトが素晴らしいのかっていう集計がやっと完了しました、はいはい、いやこれちょっと本当にスタッフの方頑張ってくれましたね。そうです、複雑だね、はい、計算式のもと、うん、まあね、いろんな可能性を探りながら、はい、何がいいのかっていうのをちょっと調べていきたいなと思って複雑になったんですけど、はい、じゃあとりあえずはね、はい、総得点のまずおさらい順位発表しましょう、はい、ね、で1位はヤクルト、はい、ね、244点、うん、で2位中日212点、はい、で3位 DeNA 207点、うん、4位阪神207点、あ、だここタイだね、はい、3位タイ、うん、で5位オリックス194点、はい、で6位巨人190点、うん、で7位広島176点、はい、で8位日本ハム173点、で9位がロッテ160点、はい、で10位ソフトバンク、だから9位ソフトバンクと同率だね、ロッテが、うん、で11位西武157点で、12位が楽天の110点、はい、まあ、でも楽天は2005年からの調べなんで、はい、他のチームより、まあ、5年6年ぐらいないところがあるんで、はい、まあ、この総得点の低さは仕方ないなって言いながらも、はい、今見ると65人と外国人結構取ってきてるんだと、はい、でその1個上の西武が62人なんで西武よりも取ってるっていう、そう、5、6年少ない集計なのに、はい、西武より多い外国人選手っていうところが気になるんですね、はい、まあ最初チームがあれでしたからね。でもそれでも取れる数決まってるから。ああそっか、出れるの4人しかないから、だからもういっぱい数打ち当たるんでいっぱい取りすぎてて、はい、っていうのがね、しかも西武は少なかったんですよね。そう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 、取ってない年がいっぱいあって、でそれであってね、はい、そしたらいろいろまた問題あるんちゃうかと、うん、ね、そう、取った人数とかもあるやないかと、はい、っていうところで、うん、ここから人数で割ろう、はい、人数で割って平均何点で一番どのチームが効率よく外国人選手を取ってこれてるかっていうのを調べたんですよね、はいはい、そうすると、まあ、今の順位はこちらですけど、うん、効率いい順位は、はい、1位ヤクルト、はい、3.93 点です、はい、244点をヤクルト62人で割った数という形です、はい、で2位が中日だったんですけども、はい、割ると2位は日本ハムです、はい、2.88 点、だ中日が74人いるところ日本ハム60人しか取ってないので、うん、効率はいいということです。8位からいきなり2位に、だ効率、はい、だ経費かけてないですよね。そういうことですね。だチームとしてはやっぱいい編成ってことになりますよね、はい、やっぱ数打ち当たるで、うん、やっぱそこの数にお金もかかるん で、うん、でやっぱ年俸とか入れてくれたらもっと面白いって言うんですけど、はい、その年俸がどこまで正しいか判断できないんで、うん、所詮推定なん で、はい、で正直それを全部調べられないんで、うん、そこはもう加味しませんっていう、ね、はい、で3位は阪神、はい、2.87 点、うん、だ結構ジャンプアップしますね。4位、そうですね、4位、あ、3位タイから3位か、はいですね、で4位中日、2.86点、はい、まあ、これ接戦なんですけどね。そうですね、はい、上の方はそうですね。で5位がなんとお西武11位から、さすがの効率いいね、はい、まあ、62人しか取ってないんで、うん、2.53点、はい、で6位、うん、DeNA、はい、2.49点、うん、で7位がオリックスで 2.48 点、はい、で8位ロッテ 2.35 点、うん、で9位ソフトバンク 2.28 点、はい、で10位が巨人 2.23 点、うん、で11位広島 2.04 点、はい、で最下位が楽天の 1.69 点です、はい、だからこれ平均でやるとね、どこも平等なんですけど、はい、ちょっと楽天だけ1点だそうですね、ちょっとやっぱり数の割に数打ち当たる感 がで当たってないっていうね。そういうことですね。だから経費の無駄遣いっていうね、はい、ところになりますけど、あとやっぱり一番多く取ってきたのが86人の広島かな。そうですね、で巨人も85人と続いて多いですね。だから多くなるとね、やっぱり点数上がるからっていうところがね、うん、こう平均出すと、うん、まあ、このね順位になるんですけど、はい、ここがねどこまで少ないお金で、うん、いい選手を取ってきてるか、はい、少ない人員でね、うん、だそこはいいんじゃないのかっていうね、はい、でも、うん、それだけじゃ、うん、見えないとこもあるじゃないですか、はい、結局は、うん、そこで調べてきたのが、はい、今度はランク別割合でどこまでいい選手を取ってきてるのかっていうところで考えると、はい、まあ
S、まあ、G はねベストナインゴールデングラブだったんで、はい、正式なあの成績だけで言うと S、A、B、C、D でつけましたね、はい、でも D は3箇所みたいなもんなんで、はい、その D を外いて最低 C ランク、うん、まあ、C ランクでも結構高いですからね、かなり先発だったら10勝とかいるし、うん、はい、打者でもねホームラン20発とか打たなきゃいけないんで、はい、その最低 C はいると、うんうん、じゃあ C ランク以上はどれぐらいの選手割合取ってきてるのかというところで、はい、一番いいのはヤクルト、はい、ヤクルト全部いいですね、1、はい、あの確率だ C ランク以上だほぼ主力になる確率、はい、40.3%、 うー高い、高くね、はい、約2人に1人はもう主力になるのよ、うん、はい、そういうことですね、うんうん、だからまあ総得点も高いし平均点も高いってことになるんだよね、うんうん、でしかも62人と効率、はい、で2位がオリックス、はい、だからなんかオリックスも何気に取ってきたら半数以上はしっかり活躍してて、はい、だから C 以上だと2位ってことは D の選手が多かったってことですか。そうですね、あとは無印が多いのか、多いから、はい、多分あの総得点が増えないのと、うん、あと割ったらやっぱ7位とかね、はい、なるのとやっぱ D の選手も多かったのかなっていうね、うん、で3位日本ハム、はい、で4位西武、で5位ロッテ、で6位中日、7位楽天、8位巨人、9位阪神、10位ソフトバンク、11位 DeNA で最下位が広島、はい、だから広島が一番 C ランク以上を取ってきた割合が少ないんですよ、うん、22%、だから4人に1人、はい、4人に1人はきついですね。そうですね、正直4人取ってきて3人は全く活躍、ほぼ活躍しないってことですね。そう、ほぼ活躍しない、うん、それきついね。きついですね。で何気に巨人も9位よ、はい、うーん、だ巨人も 27% だもん、はい、でいわば約4人に1人、はい、そういうことですね。やっぱ4人に1人はきついよね。うーん、 40% ある球団もあるって考えると全然違う。これでもやっぱ 30% ぐらい欲しいね、うん、3人に1人、はい、そう考えるとこう中日が 31% だから、はい、で日本ハムが 36.6、うん、だからあとは楽天は27ということは 1,2,3,4,5 6位までの中日までが 30% 以上、はい、ここまで欲しいよね。うん、そうですね、やっぱその最低限の活躍ができる外国人選手を取っていくには、はい、だからこの楽天以下、うん、6チームはちょっとまずいよね、はい、編成上中日以上6チームはいいんじゃないのかと。そこまで当たってないなっていう感じはありますね、うん、で、まあ、こっからが大事で、はい、まあ、A 以上欲しくないですか。まあそうですね、大活躍してくれる選手、やっぱそこを目指してるわけでしょ、うん、そうなってくると C 以上は最低限ですか、はい、最低限日本で頑張れる選手が、うん、やっぱ3割以上いるって非常にいいことだけど、はい、でもそれじゃ優勝できないよね、はい、助っ人で言うと、うん、やっぱ A 以上、はい、A ってすごいじゃん。すごいです。一歩間違ったらタイトルじゃん、うん、だ A 以上もどれだけ連れてこれてるのかっていうのが大事だと思うんですよ、はい、うんうん、そうなった時に A 以上1位阪神、あ、そうなんだ、はい、A 以上は阪神が1位なんですよ。あ、本当だ。あ、惜しくもヤクルトが、そうなんです、 0.1% 差、はい、19.4%、はい、だ要は5人に1人もうタイトルホルダー、5人に1人 A 以上がいるってことですね。 A 以上もうほぼタイトルホルダー、うん、で2位がヤクルト、はい、で3位がロッテ、ロッテが何気に高いんだよ。そうですね、 A 以上が、うん、4位中日だ、中日が 18.9、はい、で次5位が広島、あ、日本ハム、うん、日本ハムが 16.6、 阪神、ヤクルト、ロッテ、中日、日本ハム、広島、西武、ソフトバンク、オリックスが同率、はい、で巨人、DeNA、楽天だね、はい、A ランク以上、うんうん、だからどれぐらいかな。西武が 16.1 で7位で、楽天が 10.7% です、ね、一気に落ちるね、はい、まあ、やっぱ 15% 以上欲しいね。うーん、この感じで言うと。そうですね、うん、平均的に、うん、もしくはまあ16だから、まあ6人に1人ぐらいは、うん、A 以上欲しいかな、うん、そうです、割合的に言えば、うん、15% ぐらい以上欲しいよね。でもここで一つ疑問が湧くんだよ、はい、この A ランク以上は特に、うん、日本の移籍はどうなのっていう。そうだから、ね、活躍してる人を
他の球団からお金で取ってくるっていうことがパターンもありえるわけです。それはちょっとどうなの的なね、はい、疑問があるじゃん。これは本当にスカウトの選球眼なのかって、お金の力なのかっていうね、うん、やっぱ取られたところのチームの人は言いたいじゃないですか、はい、そこで考えました、はい、どんな事情があれ、うん、日本の横流しは削除、はい、だからここでね、うん、ブラゼルとか、はい、楽天のリックショットみたいに日本一回アメリカ帰って、はい、で日本っていう場合は横滑りじゃないですよね、はい、日本になった場合はどんな状況でも、うん、もうその選手は眼力じゃないっていうところで削除です、はい、した結果、はい、A ランク以上1位が阪神からヤクルトに変わります。おで、ちなみにヤクルトは横滑りの選手が A 以上はいないんですよ。そうなんです。しかも横流しで獲得した選手がもう全員の中で1人しかいない。そうなんですよ、うん、でしかも A 以上はいないんで、はい、19.3% の変わらないんですね。変わらないんですよ、うん、でもその1位にいた阪神が、はい、その横流しを減らすとですね、 A 以上が 15.2% に、はい、うん、一気に 4.2% 減っちゃうんですよね。そうですね、うん、まあそれでもいいんですけどね、 15% 以上は。いや、いいです、かなりいいです。で、順番でいくと横流しを残るとヤクルト、中日、ロッテ、阪神、広島、日本ハム、西武、楽天、ソフトバンク、オリックス、巨人、DeNA と、はい、巨人と DeNA が下がっちゃうんですよね。そうですね。巨人は、うん、14.1% なんですけど、横流し選手を引くと 5.8% に、そんな減ります、一気に落ちちゃうんですよ。やっぱその上に行けば行くほど人数も少ないんで、1人のけちゃうと一気に下がるっていうところもあるんですけど、うん、そうですね。でちなみに楽天は A 以上の選手横流しがいないんで 10.7 のままなんですよね、はい、でも 15% 以上は欲しいってさっき言ったじゃないですか、はい、でそうなってくると横流しを、あ、楽天横流し1人いますね。 A 以上が A 1人か、はい、9.2% か、はい、そうですね、 10.7 から 9.2% になりました、うん、それでも 15% 以上が OK ぐらいかなみたいなね、はい、話になったじゃないですか、うん、そうなってくると横流しを抜けると OK なのはロッテが何気に高くて 16.1% なのね、はい、横流しが2人いるけども、うん、でもあとは阪神が 15.2、うん、広島が 15.1、はい、で日本ハム15、はい、日本ハムまではね、日本ハムまで 15% 以上保ててますね、うん、横流しを含まないものも、うん、まあ、ここまで横流しを含まないの大事じゃん、はい、日本は全部入れちゃうとね、はい、それだって他の国から取ってきた全と一緒じゃないじゃん、うん、だったら、はい、まあ、そうなるとこの順位になるんだよ。そうですね。そしてヤクルトがまた1位。そうですね。で本当に一番その見る目がある、スカートの見る目があるっていうんだったら、この横流しを省いた A 以上の選手を連れてきてる割合が一番確実性かもしれないですね、うん、そう、だからヤクルト、中日、ロッテ、うん、まあでも阪神、広島、はい、日本ハムまでが OK だね、まあ、15% 以上 OK だから A 以上取ってこられてる、うん、このルールでね、はい、佐々木ルールで言うと、うん、だからそう考えるところ、まあ、ちょうど2つね、6チームで分かれるんですよね、はい、そうですね。じゃあタイトルホルダー、うん、どんなに連れてきてんのかって話じゃん、はい、そこも大事じゃん。そうですね、うん、そうなってくるとね、今までロッテ上位にいたのに一気に11位になるえ、なんで？だから結局タイトルホルダーを連れてこれてないんだよ。だからある程度大活躍はしてるけどタイトルは取ってないっていう選手が多いってこと。そう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 、結局はね、はいはい、S ランク以上の割合だと1位中日、うん、2位阪神、3位ヤクルト、で4位巨人、で5位ソフトバンク、で6位日本ハム、うん、7位西武、8位 DeNA、 9位広島、10位ロッテ、11位オリックスの最下位が楽天、はい、っていうことになるわけですよ、はい、だからロッテが一気に10位になっちゃうのね、うん、で中日が1位に躍り出るという、そう、 S ランク以上で、やっぱそこも大事じゃん、はい、だから中日はタイトルホルダーをめっちゃ連れてきてるってことなの。そうですね、それは大事だよね、はい、結局、うん、でもだからこの中日が 12.1% も取ってきてるんですよ。すごくない？じゃあほぼ9人に1人、はい、タイトルホルダー、そういうことです。やばい、はい、で阪神は 11.1%、 あ、それでもね、うん、9人に約1人、はい、でヤクルトは 9.6、はい、でもどこぐらいまでがすごいのか、広島 5.8、
いや 5.8 で下がるとあれだね、うん、そうですね、やっぱこの 9% 台ぐらい保ってるとすごいですね、すごいよね、うん、で日本ハムがちなみに 6.6 でもタイトルホルダーだもんね、1回掴んだら強いしね、うん、でも10人に1人ぐらいタイトルホルダー連れてきたら強いよね、はい、でも、うん、今また声が聞こえますと、はい、横滑り入れちゃダメだろうとそうですね、はい、横滑りをのけようか、うん、はい、そうしましょう、のけた場合、はい、1位中日変わらず、はい、2位阪神変わらず、うん、3位ヤクルト、うん、4位日本ハム、5位広島、6位ソフトバンク、うん、7位西武、8位ロッテ、9位 DeNA、 10位巨人、うん、で11位楽天、12位オリックス、はい、っていうところで巨人が一気に下がります。本当ですね、4位から10位になりました。巨人だって9.4% あったのに 3.5 になっちゃう、はい、そうですね、はい、でオリックスはもともと低いわけですよね、はい、で楽天ももともと低いわけですよね、はい、で巨人が下がってるんで DeNA はもともと一緒なんですよ、うん、広島がね横滑りをなくすと上がるのよ。本当ですね、一気に。だから要は広島は自前の選手たちが多いってことだね横滑りの S 以上の人が広島はいませんでしたね。だ全部 S 以上の人は自分たちで取ってきたってことだもんね。ってことですね。で中日は1位、うん、10.8 だよ。それでも、うん、すごい横滑りでね、1人来てるんで、はい、タイロン・ウッズさんがね、はい、来てるんで、うん、それを省いても 10.8、うん、はい、高い、まあ、結構いますね。阪神は 9.7、はい、それでも約 10% だもんね、はい、10人に1人、うん、ヤクルト 9.6、はい、で日本ハムが 6.6 か、はい、だからやっぱり中日阪神ヤクルトだね。そうですね、そう考えると、いや本当に質のいい選手を横流しじゃなく連れてこられてるって考えると、うん、中日阪神ヤクルトがもうダントツでいいですね、うん、でどこのランクでも結構いるし、はい、でしかも結構なんていうの、平均で割っても阪神は3位だし、うん、まあ、中日も4位と上位にいるから、はい、優秀なのは、うん、やっぱ1チームって言いにくいじゃん、はい、でも海外スカウト編成、うんうん、優秀なのは中日阪神ヤクルトだね。そうですね、うん、この3チームがどの項目見ても優秀、はい、ほんとそうです、うん、平均見てもそうだし、うん、総得点見てもそうだし、はい、で割合別に見ても、うん、でしかもその日本国内同士の移籍じゃなくてしっかり海外から連れてきてるっていうのも、はい、こう3チームだね。そうですね、自前でスカウトしてきた人が10人に1人タイトルを取っていると、うんうん、だこの3チームはもう素晴らしいです。はい、そうですね、うん、やっぱドラフトはね西武が素晴らしかったですけど、はい、海外はこの中日阪神ヤクルトセ・リーグ3球団。セ・リーグですね。ねえ、あ、なんでなんだろうな。ソフトバンクもね、はい、いいと思いながらも何気に中断なんですよね。いや、そう、点数にしても何にしても大体その中断ですね、うん、上位にやっぱいないんだよね、はい、でだから、まあ、こんな言い方したらあれだけど、うん、頑張った方がいいねって思うのは、はい、ダニゲリ巨人ですね。もうそうですね、なんかその巨人全体的に低いんですよ、うん、いやタイトル取ってる選手は 9.4% ってまあまあいるんですけど、うん、そのやっぱ日本国内の移籍を外しちゃうと 3.5% になっちゃうっていうところが、そうなんだよ、うん、だやっぱちょっとお金の力にね、うん、まあ、だから資本主義だから仕方ないよ、俺はそれ否定しないけど、うん、それが多いねっていうね。そうですね、うん、っていうところもあるし、はい、あとオリックスもやっぱ若干低めかな。うん、そうですね、全体的にはね、うんうん、あとオリックスも横流しをのけた時に一気に下がるのね、はい、やっぱカブレラ・ロッカとかね、うん、来てるっていうところもあるし、ね、もともとタイトルの人がねそんなに多くなかった中、その中の半分以上が横流しだったっていうところがあるので、うん、あと楽天ね、はい、オリックス、楽天、巨人はちょっと頑張った方がいいね、うん、まあ、楽天もともとタイトル取ってる人がほぼいないんで、ね、そうなんだよ、はい、だからもうちょっと外国人補強を頑張った方がいいかなって思うのと、うん、はい、あとロッテがやっぱりね一気に S になるといなくなるんだよそうなんですね、だからね、よし、いいとこ取ってきてんだけどね、はい、うん、もう一つ抜けていかなきゃいけないっていうところもあるし、はい、やっぱこの平均にしてると全体の得点が少ないから、はい、あとボビー時代の貯金がありすぎる、あの頃が良かったから、うん、っていうのもあるし、うん、そういったところで、まあ、もうちょっと頑張んないと、うん、ロッテもねチームを強くするって言ってる部分では、
あれだね。そうですね、西武が何気にそんな高くなかったね。西武とソフトバンクが意外と中段、うん、どの部門でも。そうですね、うん、まあ、でも西武ってやっぱ日本人っていうイメージが強いですね。そうだね、だってメヒア以降取ってないもんね、うん、やっとスパンジェンバーグですよね、うん、だから総得点が上がらないんだよね、うん、だこの言葉に合いが低いのに強いっていうチームは逆に言うと日本人がすごいんだよね、うん、そういうことですね。だそのチームを強くするためには外国人が必要、はい、で外国人が活躍している中日チャンスヤクルトもちろん素晴らしい、うん、でもここの数字が現れなくても、うん、ソフトバンクとか西武みたいにチームが強いっていうところは、うん、外国人だけに頼らないで、はい、日本人がしっかり仕事してるっていう証拠だよね、うん、そうですね。でチームがあまり勝てないで総得点数が低いのは、うん、日本人も頑張れてないし、はい、編成も外国人もちょっとしっかりした方がいいですよってことですよね、うん、そういうことですね、うん、あとあのこういう横流し感を入れると資金力あるねっていうのもいいですね。そうですね、やっぱ資金力あるチーム見えますもんね、うん、そうですね、うん、だまあ全部トータルするとやっぱ中日阪神ヤクルトですね、はい、この3球団は本当に外国にスカウト全部しちゃいましたけど、はい、本当に素晴らしい編成してると思います、うん、はい。